スタート池越えのショートホールだったんですけども、いつもだったら7番アイアンで打つところを今日はユーティリティの2番ということで210ヤードぐらい飛ばして打っちゃおうと思って打ちましたところ、大きく左に曲がりまして池に落ちてしまったというダボスタートということで、17番もバッチリ2オンできたんですけども、奥から4パットしまして、そこでまたダボが1番ホールに今度移りまして、1番ホールのロングホールドライバーピシャリ来ましてですね、2オンできましてイーグルパット外しのバーディーということで好発進できました。最終ホール9番ホールすごく難しいホールなんですけれども、そこでもドライバーがバッチリ当たりましてですね、セカンドを打って、長いパットでしたけれどもうまくパー取りまして、ボギーなしの3バーディーということで、本当自分にバッチリ今回は風の中でもよくできたなと思いました。今日ドライバーが曲がらなくて、パットも2パットとできたので、16番ホールドですね、セカンド7番アイアンで打ったんですけど、左に外れたやつをですね、アプローチ打ったらそれ入りましてバーディーでした。多分それが一番良かったんじゃないでしょうか。プロがいたらどうしても緊張するので、段取りのゴルフができたらいいと思います。今回で3回目じゃないかな、3回目だけど確か全部決勝には出てますね。地元ですから、とりあえずベストアマー今年は狙っていきたいなと思っております。来年のシーズン狙って今年もこの10月プロとアマが激突、第20回朝日緑県カップテレキューシニアオープンゴルフ10月20、21久山カントリークラブ、チケット好評発売中。